こんにちは。第1作目の X4 の動画見ていただけたでしょうか。まあ、前回の動画はどちらかというと、今までも360度カメラ、特に X2 とか X3 を使っておられる方に向けて、まあ、どの程度カメラが良くなったかという説明が多かったんですが、若干難しく感じた方もいらっしゃると思いますので、今回はより初心者の方で360度カメラを使ったことがないっていう方でもよくわかるような動画にしたいと思います。今日のメニューとしては、まず360度カメラとは何なのか、使う上でのメリットデメリットについて、そして撮影方法について、どんな風に撮影するのかお見せします。そして最後に、どんな風に編集して1本の動画に書き出しをするのかというところもお見せしたいと思います。で、まずはこの360度カメラが何なのか、普通のカメラと何が違うのかという点なんですが、まずこの本体をよく見ると、むちゃくちゃこう出っ張ったレンズが2つね、ついているのがわかります。草食動物で馬とかも、こう 顔がこう長くて両側に目がついていて、しかもちょっと出っ張ってますよね。やっぱり野生の馬とかは肉食動物に食べられる可能性があるので、まあ、常にこう360度見渡せるように両側に目がついていて、まあ、よくこう広く見えていると思うんですけど、まあ、それと同じような感じです。この両側のカメラがむちゃくちゃ広角になっていて、ほぼほぼ360度ぐるっとこう見渡せ、そしてその2つのカメラで撮った映像がまあこんな感じになってるんですが、それを1つの映像にまとめるとこんな感じになります。で、この映像はこの専用ソフトの中では自由にこう回したり拡大したり縮めたり球状にしてみたりとか、まあ、いろんなことができるようになっています。ただ、まあ、この状態では通常のパソコンとかテレビとかスマホの画面では見ることができないので、これをまあ視点が固定された映像にする必要があります。そのためにはInsta360が用意している、まあ、この無料のスマートフォン用のアプリとかパソコン用のソフトを使ってちょっとした編集をする必要があります。まあ、この点はまた後ほど詳しく説明したいと思います。で、この360度カメラの映像の謎の一つに、このカメラとか棒自体が、自撮り棒自体が消えてしまうというところがあるんで、これ初めて見た方結構びっくりすると思うんですけど、なんでこれが消えるかというと、このカメラを見るとちょうどこう真ん中の部分、厚みがあるんですけど、この厚み分はこの前後の映像をつなぎ合わせるときに消えるような処理がされています。なので、この厚み以内に収まるものであれば全部消えます。いろいろアクセサリーがあるんですけど、だいたいこの厚みの中に収まるようにできています。で、実際に映像にした時はそれが映らないような感じになっています。この自撮り棒も結構細いので、ほとんどの部分は見えなく消えてしまいます。面白いですよね。で、これ360度映すことができるカメラなんですけど、通常のもう片側だけのレンズを使ってシングルレンズモードっていうんですけど、普通のカメラのような撮影をすることもできます。で、さらにこれフリーフレームモードといって、むちゃくちゃ広く映せるシングルレンズのモードがあるんですけど、これにすると後から動画を縦長にしたり横長にしたり四角にしたり自由自在に切り出すことができるようになっています。で、じゃあこの360度カメラの仕組み大体分かったと思うんですけど、このカメラを使うメリットというのはどこにあるかというと、まず一番最大のメリットは、撮影時にアングルですね、どんな角度で撮るのか、どっちを撮るのかっていうことを気にしなくてもいいんですよね。まあ、とにかく撮影さえしておけばもう全て撮れてるわけです。で、後で自分の編集の時に自分の好みの映像視点を切り出すことができるっていうのが、まあ普通のカメラと比べての最大のメリットです。で、デメリットがないかというと、やっぱりちょっとあって、やっぱり普通のカメラに比べると、まあ、アクションカメラ同士比べても若干画質が劣っていました。まあ、いましたっていうのは、今回の X4 でむちゃくちゃ画質が改善されて、もはや、まあ、今世に出回ってる GoPro とかDJI のズームアクションとかInsta360もいろいろ出してますけど、それらと比べても日中の明るい太陽の下でほとんど画質の低さっていうのは感じないぐらい綺麗になりました。もう一つは、まあ歪みが結構大きくてグニョンって歪んだり丸くなっちゃったりしてたんですけど、それも今回あまり歪まないモードが追加されていて、かなり自然な感じで撮れるようになっています。で、もう一つは編集のその一手間が面倒だっていう部分だったんですけど、これもまあ年々改良されまして、しかも今回出たこのパソコン版のスタジオっていうアプリは、まあ、かなり編集という部分でも省力化できるようになってきてますので、まああんまりもうデメリットではなくなってきているかなとは思います。じゃあ次、いよいよ撮影方法なんですが、どんな風に撮影するのか、実際どんな風に使えるのかお見せしたいと思います。
まずカメラを起動します。ここがスイッチなんですけど、そして撮影モードを切り替えます。写真、動画、そしてタイムラプスなどいろいろなモードがあるんですが、まあ、動画で行ってみたいと思います。で、動画の中でも360度映像とさっきも言ったシングルレンズモードっていうのがあります。今回はちょっと360度映像で行ってみたいと思います。あとは録画ボタンを押すだけです。もうほんとこれだけで誰もが簡単に撮影できてしまいます。で、まあ撮影時もさっきも言ったんですけど、全ての部分を撮っているとはいえ、それがこう高いところで撮るのか低いところで撮るのかとか、何かのものの前で撮るのか後ろで撮るのかっていうのはもう皆さんのアイデア次第になります。まあ、後ろで撮っているのに自分の顔は映らないですし、自分の前で撮っているのに自分の後ろ姿っていうのはさすがに撮れませんので、まあ、どんな映像を撮りたいかっていうのを考えればいいと思いますけど、いろいろこう試行錯誤したら楽しいと思います。で、撮影時の設定もいろいろあるんですけど、とりあえず何も気にしなくて もう届いた状態のまま撮影しても本当に普通に綺麗な映像を撮ることができます。で、この撮影の時にアクセサリーを使うんですけど、一番一般的なのはこの自撮り棒なんですけど、やっぱりこれ以外にも用途に合ったものを使うことによって撮影できる映像が一気に増えます。使わないと正直言ってカメラの性能っていうのが活かしきれない時もあります。例えば、普通に撮影をするっていう目的があって撮影に行くときはカメラを持って撮影すればいいんですけど、このカメラの場合は自分が何かしている姿を撮りたい、そういうためのカメラなので、なるべく両手は開けておきたいわけですよね。両手で何か作業しているとかスポーツをしているとか、そういう姿を撮りたいんですけど、そういう時にこの自撮り棒、一番ベーシックなものあるんですけど、これを持ってると結局片手しか使えないんですよね。なので何らかの方法でこれを体とかに、どっかに固定する必要があります。で、そのためのアクセサリーが本当にたくさん用法に用意されているのがこのインスタ360の強みの一つになります。で、例えばこれベーシックなものなのでどんな状況でも使えるんですけど、胸に取り付けるためのチェストマウントがあります。ここに取り付けておくので、いろんな前側がね、自由に撮影できます。バイクとか自転車とかスキーとかも料理とか何でも使えると思います。ただし360度で撮る割には自分の体側の映像はもうひっついてますので、あんまり面白くないですかね。で、例えばバイクで撮影するときなんかはこうハンドルに取り付けるためのこういったマウントとか、ミラーに取り付けて撮影するこういうマウントもありますし、あと後ろの方に取り付けて自撮り棒をこう立たせ気味、アンテナのようにして上につけるためのマウントとかも、そういうのもあります。自転車も同じですね。ハンドルにつけたりシートポストにつけたりして前や後ろや撮影できるようになっています。これは今回スキーの撮影に使ったんですけど、ストックに取り付けるためのアダプターになっています。やっぱりストック、ボードはいいんですけど、スキーはストックが両方あるので、その上自撮り棒っていうのはなかなか難しいんですけど、これを使うと自撮り棒自体を持つ必要がなくなりますので非常に楽になります。で、他にもこうヘルメットに角のように取り付けるアダプターとか、リュックのストラップに取り付けるっていうものもあります。これもね、むちゃくちゃ便利で、移動中はここに自撮り棒ごとつけておくことできますし、これをつけた、ここにつけたまま撮影するということもできます。で、外したい時もくるって回すだけでワンタッチで取り外してすぐに撮影に入ることができます。それからこれ最近発売されたアクセサリーなんですけど、 GPS リモートっていうのがあって、これはですね、カメラの起動から終了までほとんどのことをこれで行うことができます。で、撮影時の映像もここでプレビューって言って見ることができます。で、さらに撮影モードの変更ももちろん可能です。で、 GPS が搭載されてますので、撮影時のさまざまな状況、スピードとか高度とか角度とか、そういったものが全部記録されるようになっています。で、編集時にそれを動画に焼き付けるというか組み込んで表示することもできるようになっています。で、スマートフォンでもリモコンのように使うことはできるんですけど、やっぱり過酷な状況になればなるほど、そんなスマホ出してゆっくりこんなやってられないので、こういうリモコンがあるとすごく便利かなと思います。で、撮影が終わったら今度編集なんですが、編集はスマホでするか、パソコンでするかということになります。で、スマホ版のアプリも非常に高性能なんですが、これどちらかというと撮影した1本の動画をこう仕上げていく感じになっています。で、スマートフォンで編集する場合は Wi-Fi でつないで撮ったデータをスマホにダウンロードするか、あとこれオプションなんですけど、カードリーダーがあって、これを使えば
撮影時はこれカメラに挿して、そこから、まあ、そこに SD カードも入ってるんですけど、それ撮影が終わったら今度はスマホとかパソコンに USB-C 端子に挿してデータを移行することができるようになっていて、まあ、無線でやれるよりもかなり早くデータを転送できます。で、編集についてはまず一つはプロという方を選びます。こっちはですね、まあ、今まで通りのこう自分のしたい、自分の写したい画角を選んでいって、いらない部分をカットしたりします。で、その中にも自動でこう被写体を追尾してくれるボタンとかがあるので、これを押してやればその写したいものをずっと写し続けるということもできます。他にもいろいろ細かい編集ができるようになっています。で、もっと簡単に編集したいっていう時はこの AI 編集という方を選びます。これはまあ自分の意図したものになるかどうかちょっと別なんですけど、まあ、こっちを選んでやれば AI が勝手にハイライトを見つけてくれて、音楽もつけて、さらにカットもしてくれて、もう一本の動画として仕上げてくれます。まあ、数分かかるんですけど、本当に簡単に一本動画をね作ってくれます。で、さらにですね、前回の動画でも紹介したんですけど、編集ラボっていうページが他のところにあって、ここではまあ空を入れ替えたりとか、あと最近よく見るこの AI ワープって言って、もう AI が人間とか背景を全然違うものにこう書き換えてくれる、そういう機能があるんですけど、まあ、自分がまるで他人になったような映像を自分の映像を元にしてこう制作してくれたりもします。まあ、かなりいろんなバリエーションがあるので、ね、面白いと思います。で、もう一つの方法としてはパソコン版のこのスタジオというアプリでの編集になります。で、こっちはまあ大きい画面を見ながらもっと細かく本格的な動画を仕上げていくという感じでしょうか。こっちにも自動で追尾するモードもあったりとかするんですけど、基本的には自分で角度を決めていって、こうキーフレームというのを打っていきます。で、自転車やバイクや車とか、まあ、動きのあるものを撮影しているときはモーション ND というのを使うと、まるで ND フィルターを使って背景を流しているような映像を作ることもできます。で、色合いも多少いじったりとか、あとはですね、このバージョン5以降むちゃくちゃ変わったんですけど、このプロジェクトというところができています。ここでは複数の撮影したクリップをつなぎ合わせたり、まあ、いらないところをカットしたり並べ替えたりということができます。で、もちろんここでも360度映像自体を、まあ、角度を決めてキーフレームを打つということもできるようになっています。まあ、私が使っている Final Cut Pro っていう編集ソフトがあるんですけども、それと非常に似ていて、まあ、音楽をつけたりトランジションをつけたり字幕をつけたりということもできます。まあ、今まではこのスタジオで一本一本のクリップを編集して書き出しするんですけど、今度はそれを別の編集ソフトに入れてそこでまた編集するっていう感じだったんですけど、今回のこのスタジオからはこのソフト上で全て完結できるようになっています。慣れれば本当にあっという間に一本動画を作ることができるんではないかと思います。さあ、以上のような感じで初めて使う方に向けて360度カメラの簡単な仕組み、使い方の説明、そしてメリット、デメリットなど、また編集の仕方、一本の動画を作るにはどうしたらいいのか、どういう流れがあるのかという簡単な説明でした。 X4 に関連する動画これからもいろいろ出していこうと思いますので、ぜひご覧ください。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。通るから。だからもうこの空間を記録してる感じ。めちゃくちゃ広角なんで、こうやってやるだけでもドローンで撮る。すごい遠くから。だからこうやって上に手こう振ったらいいかな。ドローンがよくこう飛んで飛び去っていくやつとかあるじゃん。そういうのこのぐらいやればもう結構それを再現できる。でも3メ